さあ今回はですね、現役引退をされた石川佳純さんに来ていただきましたけれども石川佳純さんの人生のこう半生ね、前半をちょっと振り返ってきましたけれども、少女のようなあどけない石川さんから日本のねトップ選手に成長するまでが見れて、私はなんかもうちょっと本当になんかちょっと鳥肌が立ったりとか、ちょっとなんか懐かしさであんなのあったなと思ったりとか、すごい見応えのある前半になりましたけれども、いかがでしたか、平野さん。いやもうテレビ東京ならではのいろんな映像が、はい、見られましたよね。はい、いやこうまだなんていうんですか、たくさんここからもいろんな記録っていうのを残していくと思うんですけれども、はい、まずはこうね小さい頃からの、はい、成長みたいなところを見られて、いやなんか私一緒に見て懐かしい気持ちになりました。うん、そうね、もう家族のような存在ですからね。はい、さあ石川佳純さんいかがでしたでしょうか。はいはい、寝癖がついてる頃から取材をしていただいて、はい、そしてずっとこう成長をとっていただいて、嬉しいなと思いましたし、また前半は本当になんかまだこうなんていうんですかね、自分で言うのもおかしいけどあどけないっていうか、なんかぽーっとしてる、はい、なんかもともとそういえばこんな感じだったなって自分自身なんか思い返すような感じがしてます。はい。非常に懐かしくもなんか可愛らしくも、はい、そして頼もしくもあるなんかね、この成長の過程をぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。それではお楽しみに。